海側より撮影した再建前の六角堂再建前の六角堂六角堂は、茨城県北茨城市大津町五浦にある六角形の建築物。明治時代に、岡倉天心が、試作の場所として自ら設計したもので、茨城大学が管理する。五浦六角堂五浦の六角堂とも称する。関東の松島の異名を持つ、継承地。 う浦海岸の中でも優れた景観を示すところに立つ。岡倉天心旧宅、庭園及び大伊津浦、小伊津浦の一部として国の登録記念物に登録されている。天心による六角堂は茨城大学美術文化研究所六角堂の名称で国の登録有形文化財に登録されていたが、2011年3月11日に、 発生した東北地方太平洋沖地震に伴う津波の直撃を受け土台のみを残して姿を消した。2012年4月17日に完成式が行われ再建された。天津が1905年に自らの巨宅から一段下った断崖に建設したもので太平洋に突き出した岩上に立つ種塗りの建物である。天津邸敷地内で 最も眺望の優れた地に立つ。天津自身は観覧亭と呼んでいた。ここで天津は太平洋の波の音を聞きながら試作にふけったという。天津なき後は天津の遺族や岡倉天津伊佐を検証会を経て茨城大学の管理となった。創建から現在に至るまで日本の美術界において一種の聖地としての役割を果たしてきた。 2011年の東日本大震災では津波による被害が甚大であったため津波によって消失した六角堂は文化財被災のシンボルとして受け止められた消失の方を聞いた日本の美術館関係者転身との縁があるアメリカ合衆国ボストンのジャパンソサエティ関係者やインドの研究者らは茨城大学に見舞いの言葉や 電子メールを寄せ、様々な人々が重要な施設であると認知していたことが改めて浮き彫りとなった。地質学的には炭酸塩コンクリーションと呼ばれる海中堆積物の隙間に局所的に炭酸カルシウムが濃集した非常に硬い岩石の基板上に立っている。面積は9平方メートル、沸動と茶室を融合させた作りとなっていた。簡素な作りで、 室内には何もなく、わずか四畳半ほどにもかかわらず、中に入ったものに広いと感じさせたという。六角堂自体は、奈良県にある、法隆寺の夢殿を模したもの、あるいは、京都府の頂法寺を模したもの、さらに、中国、四川省の成都市にある徒歩の騒動を模したものという、説がある。茨城大学教育学部教授の小泉信也は、 それらすべての影響を受けているとしている。再建計画では、一辺が約1.8メートルの六角形で、高さは約6.2メートルとなる予定であった。ベンガラ彩色で床は板張り、中央に六角形の炉が切られている。炉の下には六角形を作るために掘ったと見られる穴が保存されている。高さ約4.8メートル。 道内床面積約10平方メートルである。海側に窓がある。建築材料は各地から取り寄せ、2012年1月には、福島県いわき市の男性が六角堂に使う、杉の原木の寄付を申し出、同市の山林から切り出された。また2月29日、岡山県高橋市の西江邸は、 塗料のベンガラ2 5キログラムを寄贈し、京都府長岡京市にある、株式会社京都平安美術の河村、雄介代表が、ベンガラ塗装技術を業者らに伝授した。河原は愛知県から、ガラスはイギリスから仕入れ、コンクリートの土台を覆う見陰石は、九士軍第五町のものを使用した。岡倉天心1903年5月初旬、天心は画家の、 日田集山とと共に、福島県いわき郡平町にある、継承地、草野海岸を訪れたが、天津は、草野海岸を気に入らなかった。そして、東京へ帰る方向になったとき、茨城県多賀郡北中郷村出身の集山は、天津に、草野の近くに伊浦という人里離れた、継承地があると紹介し、伊浦へ赴もむいた。伊浦では、しゅの親戚である、 鳥いつか年之の助が案内した。天心は一目見て、五浦沖に入り、即座に別荘とすることを決めた。記録では、同年7月に年之の助の父と修山の父が購入した、五浦の土地922坪が、8月1日付で、岡倉格造名義となっている。そして同年、五浦に居宅を構えている。五浦を訪れた頃の天津は、 美術学校騒動によって東京美術学校を去り日本美術院を創設して日本画に新しい風を吹かせているところであった。1905年、天津は六角堂を建設する。天津が六角堂につけた名前、観覧亭は乱を見るティンという意味である。創建当時は出窓や炉が存在したが、これらは後の改修で失われた。 1905年になると、日本美術院は、経営難となり、1906年には、日本美術院を五浦へ移した。同年7月には、ボストン美術館の日本美術候補生として、ラングドンウォーナーが訪れ、天津邸に滞在した。同年11月には、横山大館、菱田俊僧、木村武山、下村勘山が家族を連れて、五浦へ移住した。 日本美術院移転により、天神らの教えを仰ごうと、日本各地から画家が訪れ、五浦の地は活況を呈した。一方、高涼とした、当時の五浦に移った日本美術院を、世間は、猛老派の没落、日本美術院の都落ちなどと揶揄した。最初の頃こそ、三階の自然を楽しみながらの演誘会や、 歓月会を開催指名誌が多数訪れていたが、次第に日本美術院は苦境に立たされ、横山大観は魚の安い津浦に住みながら、魚を買う金もなく、餓死寸前だったと回想している。こうした厳しい環境にありながら、第三回文展に出品された大観の流氷など日本の近代美術史上に残る数々の名作を生み出した。 1907年4月4日には、天津が東京市下役から多賀郡大津町727番地の三日本席を移している。1908年になると、菱田俊僧と横山大官が相次いで東京へ戻り、木村武山、下村勘山も、五浦を留守にしがちとなった。このことから、日本美術院が五浦の地で活動を行ったのは、 実質3年ほどだったと言われている。その後1913年に天津が没すると、日本美術院の伊津浦時代は終幕を迎えた。晩年の天津は世界を飛び回る、忙しい中で、伊津浦で静養し、その時は、伊津浦老人などと自称しながら、漁師のごとく毎日海へ出て釣りを楽しんでいた。天津と信仰のあった、インドの詩人。 ラビンド・ラナート・タゴールは1916年8月に、イツーラを訪れ、天津の墓前で、彼の思想が国境を越えて、多くの若者に受け継がれていることを報告し、六角堂にいて瞑想し、天津とイツーラの海にまつわる詩を作っている。内部天津の没後は、遺族が引き継いだが、1942年に、財団法人、岡倉天津イサオ検証会が設立され、 管理者となった。1955年、同会の会長であった、横山大観は、然るべき、公的機関が管理すべきと考え、茨城大学に寄付を打診した。そして六角堂を含む五浦の天津遺跡3143平方メートルは、岡倉天津伊佐を検証会から、茨城大学へ寄付され、五浦美術文化研究所となった。同研究所は、 岡倉天津遺跡の保存と天津に関する研究を目的とし、1963年には天津記念館を設置した。同年、六角堂の改修を行っている。1963年、平く市連中から、五浦超人の像の寄贈を受けたのを機に、天津記念館が整備され、さらにこれを受けて、天津の遺品などが多数寄贈された。 1980年には日本美術院研究所跡が観光資源財団等によって天津遺跡記念公園として整備、一般公開された。六角堂はこの間、4度の改修が施され、創建当時とは異なる姿へと変わっていった。例えばガラス堂は観光者の観覧利便性のためにアクリル板に変更された。1975年4月に 大岡新が訪れた際には、海側はガラス戸で陸側の白塗りになった一面は壁岸のようになっていた。1989年から1991年にかけて、茨城県が海岸補強工事を行った際に、六角道の基礎と床板の補強を実施するが、後の津波で残されたのはこの時の工事で補修された部分であった。2003年に、 歴史的景観を認められ、長屋門や岡倉天津急遽と同時に国の登録有形文化財となった。津波後の六角堂跡地2011年3月11日、東日本大震災により、日本列島は広い範囲にわたって地震の揺れと津波によって大きな被害を受けた。同日、来訪者の避難誘導を終えた管理人は、 六角堂の一部と、おぼしき物体が海に浮かんでいるのを目撃し、3月13日には、北茨城市災害対策本部が六角堂の滅失を確認した。茨城県天津記念美術館管理課長のつくい、実は、地域のシンボルを失ったとコメントを出した。管理者の茨城大学は、当初、文化財としての復旧を目指したが、原点に戻るため創建当時の出窓や、 炉のついた形にすることとなった。4月18日、茨城大学は海底を調査し、流された六角堂の建材を回収して復元することを表明した。4月28日付の茨城新聞の報道によると、その時点で5月から六角堂の流出物の海中捜索を行い、8月までに流出物の引き上げを完了し、 残されている図面や関係者の証言等から元の形を復元し遅くとも2011年度のうちに完成させる計画であった。5月に茨城大学は岡倉天心記念六角堂等復興基金を創設六角堂再建のための寄付を呼びかけた。6月6日には福島県いわき市の潜水業者の協力で引き上げに向けたした調べが行われ、 六角堂跡地から約10メートルおきに瓦が沈んでいるのが確認された。その後も4回に及ぶ継続した捜索、引き上げが行われたが、明治時代の宝珠や水晶、昭和時代に吹き替えられた瓦は見つかったものの、木材は見つからず、六角堂全体を復元することは困難である。ことから、登録有形文化財としての再建を断念、新築することになった。 そこで、茨城大学は7月に、文化庁へ、文化財の一室を届け出た。登録有形文化財の登録は2012年2月7日に、抹消された。2011年11月21日、六角堂再建の起工式が六角堂跡地にて、挙行された。式には、茨城大学、北茨城市、茨城県教育委員会、 茨城県建築士会等から関係者、約20人が出席。この席で、茨城大学学長の池田幸雄は、東日本大震災からの復興の象徴にしたいと、語った。2012年1月21日から、三戸市、千波町にある、桜田門外の変オープンロケセット展示館にいて、転身、六角堂復興パネル展が始まった。パネル展では、 六角堂再建の際に寸法等の参考とするために日立市の宮大工が制作した実寸大の六角堂模型や六角堂再建に関する解説パネルの展示が行われ松村勝次の監督による記録映像、転身六角堂復興プロジェクトの前編も公開されている。また1月21日の記者会見で茨城大学は 当初の計画であった六角堂の復興のみにとどまらず、日本美術院研究所や雪道路も含めた再建を行うことで、五浦全体の復興に寄与する方針であることを明らかにした。3月27日に上等式を挙行した。再建後の六角堂2012年4月17日、茨城大学美術文化研究所での審事の後、 六角堂の完成式が挙行され、関係者ら約100名が出席した。岡倉天心が校長を務めた東京美術学校の、後ろ見の東京芸術大学からは、学長の宮田良平が出席、再建された六角堂を、震災からの復興のシンボルとして、岩手県陸前高田市の高田松原で一本だけ、残った奇跡の一本松と並び称した。なお、 東京芸術大学は創建当時の報酬の再現を担当した。公費4200万円のうち3900万円が寄付金によって賄われた。完成式後も一般公開に向けて弁柄の仕上げ塗りが進められた。4月26日にライトアップの点灯式が行われ、4月28日に雪見道路をも再建した上で一般公開が始まった。 同日から5月末日までは入場料が無料となる。6月1日以降は200円になると、朝日新聞は報じたが、2013年5月時点での入場料は300円になっている。2012年10月、天津六角堂復興プロジェクトが、同年度のグッドデザイン賞を受賞した。 六角堂復元にとどまらず、建設時の岡倉天心の精神まで汲み取ろうとした姿勢が、震災の被災者への力となり、地域振興にも寄与したというのが、受賞理由である。六角堂を含む天心の屋敷地と五浦海岸は、岡倉天心旧宅、庭園及び大伊津浦、小五浦の名称で2014年3月18日に、登録記念物に登録された。 茨城県では、初めての登録記念物となった。2016年に開催された、県北アート2016茨城県北芸術祭では、六角堂内に、須田義弘の雑草、旧天神庭庭にジャンワンのアーティフィシャルロックナンバーワン09が展示された。東日本大震災からの復興のシンボルとしての、六角堂などの再建、文化財の維持管理を目指して、 茨城大学が創設した基金であり、地元の銀行である、常用銀行に口座を設置している。基金へ寄付すると、その寄付者の氏名が、設置予定の復興記念館に、プレートで掲げられる予定である。基金の目標額は2億円で、2012年1月21日現在、約3500万円が集まっている。文化財のみならず、 観光地としても重要な存在である。特に、茨城大学を訪れる、インド人研究者は必ず、六角堂を訪問するという。観光者は入場料を払い、松林の坂道を下って、六角堂に達し、ガラス越しに畳が敷かれただけの中を見て、元来た道を戻る、という行動をとっている。ここから見える、太平洋の潮流や、祈願解消を眺望した、 岡倉の人柄を人々は忍のぶのである。六角堂に至る坂道には鉄製の手すりが付けられているが、これは震災前には存在しないものであった。北茨城市の象徴的な存在でもあり、市内のマンホールの蓋には六角堂をデザインしたものが存在する。日本美術院があった頃の五浦は大津町中心部から、 シャバの通れない峠を徒歩で越えなければならず、不便な場所であった。その後、1997年に、国道6号と五浦海岸をつなぐ茨城県道354号、五浦海岸線のうち、天津記念美術館までの区間の共用が開始され、さらに2007年には、五浦海岸線が六角道まで延長された、ことにより、アクセスは向上した。ありがとうございます。